クルミとデーツ入りパン以外は悪くなかった。これはまたレトロなマシンだな。リサイクルショップバザー、ゴミに出てた。拾ってきたのか。そう、それは。いや、そんなことより僕応募した覚えないんですけど。待った、まず聞け。はい。一つ質問、答えは分かってるが、これは君だろう。違うか。あ、いや、何それ。君だろう。見ろこれ。わお、ナイスキャッチ。時速60キロは出てただろう。こりゃすごい。大したもんだ。ああ、それ YouTube に上がってるやつでしょ。そこで見つけたんでしょ。こんなの嘘ですよ。CG に決まってる。うん。ほら、こんな動画。ああ、UFO 目撃映像の類と同じ。そうです。これなんだ。ダメ。それは。つまり、君がスパイダーボーイだろ。悪と戦うスパイダーボーイだろ。ボーイって。スパイダーマンです。そのレオタードで。レオタードじゃない。なんでこうなるかな。今日はいい日だったのに。電車に間に合ったし、ゴミの中に DVD プレイヤー見つけたし、テストだってよかったし。他に誰か知ってるのか。誰も。あのかなり美人のおばさんも。まさか。ないない、ありえないですよ。おばさんが知ったらパニクっちゃう。おばさんがパニクったら僕もパニクる。一番感心したのがこの糸だ。引っ張り強度が桁外れに強い。誰が製造した。僕。壁を登るときは粘着手袋でも使ってるのか。説明すると長いけど、あれは。こんなのかけて見えるのか。見える、見えるってば。やめてよ。大丈夫、ちゃんと見えてるから、いいの。とにかく、なりきってる時は全ての感覚がめちゃくちゃ鋭くなってるんだ。で、入ってくる情報が多すぎるから、それかけると集中できる。まだまだ改良の余地ありだな。上から下までね。そのために僕が来たんだ。君の動機は？知っておく必要があるんだ。なぜこれをやってる？なぜって。僕は。ずっと普通に生きてきて、半年前力が備わった。うん。本読んだりパソコンいじりが好きで、本当はフットボールだって好きだけど、今はできないっていうかやらない。力のせいか。そうだよ。でも誰にもこのことは言えない。もし自分に何かできるのに、しなかったら、それで悪いことが起きたら自分のせいだと思う。だから困ってる人を見つけては助けてるのか。この世界を良くするために。そうそう、困ってる人を助けたい。そう、それなんだ。座るから足をどけてくれ。パスポートは？ないよ。運転免許すら持ってないんだ。ドイツに行ったことは？ない。気に入るぞ。ドイツなんて行けないよ。なぜ？だって宿題があるし。今のは聞かなかったことにする。え、本当だってば。僕落第するわけにはいかないんだ。危険な旅になる。おばさんには見学旅行だとで。おばさんには何も言わないで。分かったよ、スパイダーマン。これ取ってくれ。ごめん、今取る。